一方真田は北条徳川上杉を渡り歩き勢力を伸ばす裏切りを重ねる父正行の生き様が理解できない幸村は鬱屈した思いのまま人質として上杉へ赴いた。そこで出会った上杉景勝や直江兼続との交流を通して幸村は己のそして父の戦う理由について考え始める。 馬がご入り用ですか。新しい馬が入っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また寄ってください。良い武器は良い品が入っております。 おお、なんぞ報告じゃったか、三成。こちらを。 真田正幸、油断のならぬものと見えます。真田。
殿、秀吉殿からの書状には何と。真田の振る舞い甚だよろしからず、天下安寧のため捨ておくべきではあるまい。だそうだ。真田正幸、信濃を託せるのは家康様のみなどと申しながら、その下の根も乾かぬうちにこたびの寝返り、確かに許せるものではありません。沼田の一件は真田に計らず独断で決めた東方にも非がある。あの外交が徳川の最善ではなかった。北条との関係はおかげで良好になりました。殿は真田を、真田正幸という男を試されたのではありませんか。いずれにしろ真田をこのままにはできまい。殿、秀吉殿の魂胆は。承知しておる。秀吉殿は我らを使って真田を図ろうとしておるのだろう。だが真田を捨ておけぬのも事実。あの男はわしとは断じて相入れぬ。殿、こたびのことでよう分かった。我が大望がため真田は何としても除いておかねばならぬ。承知つかまつった。そこまでのお考えとあらば、この忠勝が真田を全力で叩き伏せてご覧に入れよう。まったく、俺も当然最善を尽くします。二人とも頼みとしておるぞ。直ちに真田攻めに取りかかる。なんと、徳川が真田攻めの軍を起こしたとのこと、景勝様、どうか一時上田に戻ることをお許しいただけませんか。雪村、お前は己の立場を分かっているだろうな。もちろんです。されど真田を守るため私も戦いたいのです。戦が終われば必ず戻ります。どうかどうかお許しいただきたい。人質を返すことはまかりならぬ。されど明約に従い援軍は差し向ける。その将を雪村、お前にやってもらう。そうでありますな、景勝様。武運を祈る。景勝様、兼次殿、ありがたき幸せ。このご厚情に報いるべく物の譜として恥じぬ働きをしてまいります。お許しをいただいた。直ちに出立し上田に戻るぞ。了解です。はい。こんなに早く徳川と戦になるとはね。どうしよっかな。下手に動けば真っ先に俺が疑われるし、今回はおとなしくしてるかな。徳川に義理はねえし。師匠は来るかな。師匠と手合わせできるのも面白いかも。Thank you.
影勝様と金継殿の許可もいただいた。いっ、はい。ちょっと返事くらいちゃんとする。
ました。あと少し。もう始まっちゃってんじゃないの。適当なこと言うな。雪村様、